姉ちゃん、さらめんめかい、鼻から途中を出して、手をつけ姉ちゃん、何を言ってるんだい、むにゃむにゃ寝言なんか言って、歌はペロペロペンペロペロペンペン、歌はペロペロペンペロペロペンペン、お聞きペロペロペン、歌はペロペロペン、さあ早くお願いだ。ドクトル、来てたのか？来てたかはないだろ。いや、君に会えてちょうどよかったんだよ。今夜はね、君に奢ってやることがあるんだよ。来い来い、お勘違いのおごりじゃ。まずは後が怖かろう。怖か言うなよ。おじいさん、すまないが落とし取りの方積んでくれ。はいはい、今日はご機嫌ね。年末桜は菅原で、犬鹿町は親の儲け。皆様にしてお出かけになるならば、1月の末か3月の桜か、8月の月か12月の霧か、思考して11月の雨の時候にここを来ときやがら。なんだそれは。4年出生のおめでるさ、それ帰ってからゆっくり話したら、じゃあさよなら。課長さん勝ち逃げ？悪く思うな、おりゅうさん。今日は吉日。おりゅうさん、いくらだい？いくつよ。ここ中の分引くんだぜ。うん。じゃあ52銭か。おう、またくら。ありがとうございます。相手を見なくちゃいけないぜ、大将な。
女は一遍崩れたらそれっきりだ。ありがとう。わかったね。じゃあ。なんかダメ。なんだなんだ。こそ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 。どうせやいか。叱らんぞ。さあ、天下の珍藤井様の問いだ。邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。なんじゃねえだろか。出世するつもりなら明日からだって偉くなれるんだよ。そうかしら。そうだと思う。この説は一にもお金、うん、お金、お金さあら芸なんかどうだってトントン拍子に出世できるんだもん。だってそのお金はどこにあるの。だからさ、お前さんさえそのつもりになればわけはないっていうのさ。よう、お待ちどうさま。連れてきましたわよ。レイちゃん、この方知ってるわね。で一度お目にかかったことがあるわ。あんたにね、ご飯をごちそうしてくださるんだって。そう、そうだね。嫌かね。レイちゃん、に帰って着物着替えておいでよ。洋服がいいよ。ええ、急いでね。はい。着替えさせなくてもあのままでいいじゃないか。だって汚いんですもの。それもそう。どうぞ。あ、ねえ、半田様、着替えをちょっと手伝ってきますから。はい。ダメじゃないの、早くしてくれなくちゃ。何そのそっぷりったら。ねえ、レイちゃん、よく考えてくれなくちゃ困るよ。第一、この洋服だって、そこにあるたくさんの着物だって、誰がこしらえてやったんだい。ポットデーの田舎っ子を上の駅から連れてきてやってさ、誰がオペラの役者に仕立ててやったんだい。そこんとこよく考えてもらいたいね。言いたかないけど、お前さんの体にはじっとお金をかけてやってるんだよ。ねえ、本当に親身になって考えてるんだよ。宮津桜のあの家では、あそこは顔を知られすぎていていけないな。おお、ちょっと。お待ちどうさまですね。すいません。よう、これはきれいきれい。え、
何が食べたいね。なんとか言いなさいよ、名藩様。早い方がよござんすわ。ああ。ごゆっくり。じゃあ、行くかね。困るな。舞台に穴が。はい。小屋帰ってなさい。さっくん、君は相変わらず野暮てんですな。ただご飯を食べさせようというだけなんだよ。それも君は…いや、ごじいちありがとうと言いますが、今夜は行けません。何？先生。これは私に預けられた修行中の子ですからな。寝泊まりまで私の家でしているような塩梅です。でもね、先生。この子はまあ、うちの子と同じことで、それを親が許すんですから。立派な親だ。給料の上前跳ね、無駄な着物を腰割りさせて借金で縛る。なんつってまあいい。とにかく今日は師匠として私がお答えします。師匠？舞台が大切ですからな、舞台が。舞台が大切？それから半田さん、お断りしてきますがな。これからは、うちの楽屋は出入りなさないようにしていただきますよ。一座の責任者としてお願いしておきますよ。最高。なんてやつだい、たかが公園の役者のくせしちゃって困ったやつだな。あれでことを壊すんですよ。生地大学なんか出たんで変に憲兵室なんですよ。いや、どうせ公園じゃないことはね。野郎、叩きのめしてやるかな。若い者に言ってて片腕にふさふさにしてるか。やってるか一番。さあ大将、え、いいかね、よく見てくれよ。ね、ほら、種も仕掛けもないんだよね。ね、ほら、当たりがあって外れがね、ちょろまかせのちょろまかせ、50銭が1円50銭とね、ほら、ね、50銭が1円50銭で、1円が3円、でんでんばらばら、でんばらばらと。おい、どうだい？え？お、大将、考えることねえね。単売なんだ、50銭が1円50銭。ね？いや、なんでもやらないのかよ、やらなくて俺蹴っちゃうぞ、俺。ね？やんなよ。ね？ね？わけがないもの、ほらほら、ほら、これだよ、これだよ。ね？ね、わけねえんだ。あ、きねえ、きれいだ。おいおい、ちょっと待ってくれ。君、見たぞ。なるほど。何を見たの？しらばくれたってダメだ。何言ってやんで。おい、ちょっと待ってくれよ。おい、待たねえのか。人違いじゃないのか。人違いなもんか。俺はちゃんと見てたんだぞ。な、返してやれよ。あんなことの我慢するなんてかわいそうだと思わねえのか。なんだと。じゃあ何か、俺がもさったとでも言うのか。うん、そうだよ。しらばくれんなら交番行こうか。おう、ペラコロ、てめえ何か、俺にケチつける気か。ん？おめえ俺の面知らねえのか。君の顔は知らないけど、君のやったことは知ってるんだよ。ほら、あいつあそこで何も知らないでいるじゃないか。な、返してやれよ。うるせえ。おう、小僧、ちょっと来い。行く必要はないよ、返してやれ。おめえには専属町の戦吉はまだわかるのか。え、ふざけやがって。おう、ほっととねくせにな、あまり怨恨のさばるなよ。俺はドラゴルだが、戦吉派だよ。なんだと？なんだよ。よせよせ、大吉君。いや、こいつは山下に止めないでくれ。よせよ。なあ、おいな相手じゃ君の顔にかかるよ。いや、いけねえ、癖になる。まあまあ、相手にするだけ君の恥だ。な、今夜だけは山下の顔を立って見逃しちゃってくれ。この通りだ。頼む。しくしょう。命見ながらやろうだ。じゃあ、あんたの顔を立てましょう。すまね。くるい、よろくだば。手やろうだ。あんた、山上さん。日本座の山上七郎さん、うん、どうもありがとう。感謝します。ペラゴロのくせいで君はまだあんまり浅くて知らないんだわ。そうでもないんだがな。いや、千吉知らないじゃダメだよ。おっ、来ました。おい、千吉、どこ留守したんだよ。いや、体は。何や、これはどうもだよ。ここまででの、ね、タコと散々探してたじゃねえか。すいません、ちょっと下がってきたんだ。よくのっけやろ、じゃねえ。日焼けの立ちんってことやら。例の、
神田さんから頼まれたことな。ええ、バンバンしよう。純粋なんだぞ。それをとやかく言う君の気持ちの方がよっぽど不純でねえかよ。八郎。まあ待て、小八郎。やだい。さあ、どう怒るな。お前も新州人だな。怒りっぽいよ。冬からどこまで行ったって冬からだろ。分かったよ。いや、分かったように気がするよ。さあ、仲直りだ。仲直り。よし。そういうことは君を信用して、ぜひこっち紹介する。いや、君、とても素直な優しい頃で。本当かい？まあ、紹介するとも。お、今夜跳ねたからでもいいよ。うん、頼むよ。お、いけない、出番だ。じゃあ、また後でな。じゃあ、俺は客席で見てな。ハートを打ってちょうだいよ。そんなのんきなんじゃないのよ。動かすなよ、悪いくせだ。大変なことになりそうよ。どうしたんだ。善吉がね、福松やタコと一緒にあんたの会に申し込んでたのよ。何しに。今までここで道路回ってた話じゃね、佐々木先生の舞台引っかきます魂胆らしいのよ。何、先生を矢尻飛ばして舞台に立ち往生させるんだって。何だってやったら先生みんなを使う。さあ、話の様子じゃと好きになってばね、あそこの差し柄らしいのよ。まあ、とにかく行ってみよう。よく教えてくれ。ありがとう。あ、山上さん、あんたやるの？千吉福松太郎の作品だけだな。本当にやるの？まあ、その時次第でね。ちょっと、あのね、お守り持ってってよ。なるだけやらない方がいいわ。何だい君、そりゃ。え、ダメじゃないか、それじゃ。トスキナの夫婦がね、私の客を取れって言うのよ。君にか、明日のために。あんだ。
んだって手伝いに。ゆうべ危ないとこ佐々木先生が電話してくださったの。それで千吉なんか呼ばしゃる。いや、そんなことみたいなこと言うなよ。あんた、こんな天気な舞台に二度と立たん。そ
それは無茶ですよ、先生。あんたはそれで気が済むでしょうが、この狂言はどうします？要するんですね。それは動いてもだぜ。君一人の一座じゃあるまいし、中止ててはないだろう。なあ、君。何と言っても出ないと言ったら出ない。いや、それは絶対にいいか。あ、先生、今更そんなこと言っちゃ困るじゃん。出ないと言ったら出ないんだ。いや、弱るな。みんな向こう行ってらっしゃい。マリア、お前も帰るんだ。支度しなさい。いやですよ。帰るんだ。いやですよ。私は残ります。この教員は私の出し物ですからね。亭主の言うことは聞けないのか。わがままったら。そんなわがままってあるのですか。いや、愛着は私自分でめきました。勝手にしろ。先生、まあ、そう。先生、ね、奥さんもこうおっしゃってるんですか。マリア、え、帰れ。嫌です。よし。ねえ、君。自分のことは考えないで、このだからみんなのこと考えてくれ、ね。行こうと思ったんですけどね、もっと時間が早いんで、ご迷惑ですか？いいえ、でもご苦労様ですわね。いや、それはこっちの勝手ですからね。この後、山上さんに紹介された時にね、これから玲子さんのナイフになって身を守ってやってくれって言われたんでね、その言葉をできるだけ実行しようと思ってるんですよ。すいません。いや、僕の方こそ。あの、時間はまだあるんでしょ？え、十分。そうですか。奥さんはもう仲直りしたんですか？ダメね、ますます悪いの。先生、お気の毒よ。いや、いけないな。奥さんはもう少し優しくしてあげりゃいいんですけど。じゃあ先生は当分舞台出ないですか？小屋の人も喧嘩しちゃったしね。それにマリエ先生はお金儲けのことばっかり考えてるし。寂しいもんだな。島マリエって言えば立派に芸術家で通ったのにな。さくさくも生まれちゃ誰だってすさんでくるわ。だけど君は大丈夫だよ。私、うん、僕は断然そう思ってんな。あ、来ない？ちょっとこれ仕掛けない？どうしたんでしょうね、玲子ちゃんは。すいませんね、お待たせして。いや、どうぞ。まあ、もう前の自分なんですけどね。ねえ、ベンちゃん。ねえ、ベンちゃん、私ちょっと半田さんとお話したんだ。その前に玲子を何とかしてくれなくちゃ。それは大丈夫、私に任せてくださいよ。あの子に後好きなの夫婦でさえ手を焼いたんだからな。任せときなさいって。それがほら、さっきの劇団の話ですけどね、あなたさえまとまって出してくだされ、私は福祉のものをまとめて旗を開けますわ。言ってごとかけします。そりゃ出しますか。しかしその前に、任せときなさい、その話は。It's a long, long way to deep and deep. あれ？何してんだ、今。来てんのよ、また。本当の野郎か？ええ。やれやれ。まあいいや、俺たちの部屋に来ないよ。はい。
帰れよ。何してんだ。こいつ邪魔して見てるじゃん、柄になって。あらひどいわ。知ってるぞ。そんなこと言うなら入るわよ。入りますって。よう。ごめんなさい。すまねえな、親切にしてくれて。何を言ってんだよ、つまらねえで言うね。つまらよ。おい、おい、おい。神田の野郎がまた来てるそうだぜ。神田野郎、引っ張られたから。やるぜ、やせやんなおな。何しよう。いっぺんやってやるから。ゆっくり固めてやんなよ。原骨の定期預金か。こいつ新しいや。笑いごっちゃねえ。どう具合は。今日はバカにいいよ。この通り元気だ。おい、みんな、見ろよ。良さそうだろ。なあ、いいだろう。おお、そうだ。きれいに元気がいいぞ。ちょっと良くなったよ。山上さん、当たったもんか。いやいや。いや、いいんだよ。じゃあ、ちょっと今度。お前この前、卒業の時、シャシャとハンサマすっぽかしたんだってね。
今度はそんな真似しておくれないよ。私はトスピナのクレコみたいなトーマじゃないんだからね。ベンちゃん、頼んだよ。
しもんち君の下宿を預かってくれないか。レイコちゃんを？冗談でしょ。いや冗談じゃない、本気の頼みなんだ。突然で腑に落ちまえ。事残りは手伝い人の判断の野郎だ。あいつがマリアさんを買収して金と力でレイコちゃんを征服しようってんだ。判断の野郎がね。でとりあえず避難させようってんだから、立ち当たり君とか一番良さそうだ。こいつは誰には気がつくまいの。だけどな、実は先月分の下宿の払いが溜まっちゃってるんだよ。とてもお客様を連れてけるとこじゃないんだ。僕一人だって出されそうなんだよ。いや、レイコちゃんの分はこっちで出した。ところが、その前に、その先月分が。じゃあ、一番いいのは、君の借金を決済することですね。それが何よりなんです。いくらです。100円もあればいいんですね。よければ、明日中に届けましょう。いや、よしてくれ。一度して一番日の浅い君に、金さんの迷惑までかけたくないよ。いいってことだ。じゃあ、打ち明けるかね。僕はこの興行限りでドローン吹っ飛んだ。ドローン？うん。関西で進撃運動を起こしているやつが自主攻撃してるんだ。だから、明日はここで100円前借りして、それからドローンを撃ち出す。どうだ、悪いか、この手は。本当に関西行くのか？行く。100円に関わらず、行くやつんだ。よし、甘えよ。部課長、頼んだぞ。さあ、レイコちゃん、すぐ出かける。ぐずぐず来てる時じゃないぞ。早くしろよ。本当だ、早く来た方がいいよ。長屋のとこ持ってかなくてもいいわ。そんなものいらないよ。俺も明日朝きっと行くからね。大丈夫だよ。もしもし、そうです。え、マリエ、ちょっと待ちください。マリエ、お前のとこだ。はい、お待たせいたしました。なんですって？ふざけたまねやせよ。メリカみたいなすれからしよこせやって、あんな女でごまかされるかい。なめんなよ。おだはずありませんわ。まだ楽屋にいるんじゃないでしょうか。楽屋も探した。どこにもおりやせん。そちらに隠してあるんだろ。いいえ、こちらにはおりませんよ。じゃあ、とにかく私出かけます。すぐ行きます。じゃあ、ごめんください。のおばさんから聞いた。誰だ？それがちょっと言えねえんだよ。言えよ。俺に隠すことはねえだろ。黙っててくれ。日本座の玲子なんだよ。え？本当か？うわ、たまらにしたのか。そんなんじゃないんだよ。まあ、いいや。紹介しろよな。うん。そのうちに。ちょっとだぜ。頼むよ。
よう、来てたの？ずいぶん早いんだな。よう、ここなら絶対にわからんよ。おい、100円だ。カトリンが作ってくれたんだ。いや、これでも、早速下宿に払えよ。俺が来ても宿の神さん、あんまりいい顔しなかったぞ。交通と宿の払いが70円ぐらいかな。どうです、肉でも貸して一杯やりましょうか。バカ言え、酒どころか楽屋じゃ大騒ぎなんだ。すぐ帰らなきゃなんの。まあどうしたの。昨夜あれから敵も味方も一睡もしなかったんだ。敵って味方って。いや、どっちが敵か味方はわからないが、昨夜半田のやつがマリエ先生に散々ご提案あってね。マリエ先生は先生で、これはてっきりトスキナの方でレイコちゃんを隠したと思い込んでさ。まあそこでマリア先生とトスキナのクレコとは、これが大揉めさ。こっちは口番や表方を集めりゃ、向こうは千吉なんて自回りを集めやってね。喧嘩になったんですか。いや、そこまではいかなかった。双方とも八方へ手を尽くしてレイコちゃんを探してるってわけなんだ。悪いわね、私。そんなことはないさ。悪いのは半田だ、トスキナだ、うちのマリア先生だ。そうかしら。そういうわけで、すぐ帰るからね。いいかい、当分絶対に返しちゃいけないよ。ポカチョウ、君もだ。うん、大丈夫。そうと決まれば落ち着いて仕事をするよ。レイコちゃんの絵を仕上げるよ。よかろう、勉強してくれ。じゃあ当分来ないけど、あとはきっとうまくするからね。じゃあ。すみません。あの、ほんのところらまでお送りするわ。おっと、それはいけないんだ。お課長、頼んだぜ。ああ、いいね。やましい。
みんな死ぬんだ、遅かれ早かれ。何山下に会いたのかい？山上さんばかりでなしに、浅草って土地へ。おい、お待ちを。仕事か？おい、困るよ。困ることないさ。なかなか紹介してくれないから、こっちから押し返せてやんだ。なあ、おい。西村です。は。僕、貧乏知人の桜木です。は。どうぞよろしく。僕、法科生の安井です。どうぞよろしく。どうだい、こうそうったところで、浅草での繰り出さないか。いいな、お前も残って、何か見て。勘定は二村が払うと。よし、俺が払う。行こう行こう。なお、こっちよ。いいだろ。とんでもない。それができないんだよ。そうか。しょうがないな。じゃあ、トランプしないか、トランプ。それはいいな。な、プレンジャック。ああ。レグさん知ってますね、やり方。ええ。よし、持ってくろ。おお、レイコさんを返そうか。レイコさんはどうしてオペラ打てないんですか。そんなこと聞くやつもあるかよ。雇用のための球場だよ。オペラって、いや、今日は金曜日のお風呂があるじゃね。そうでしたね。何と何を出すのかしら。タイの聖兵は決まってましたけど。タイの聖兵、いいなあれや。あれいいや、まったく。女は大事ですな、どこが悪いんだ。だから何が違うんだよ、何も知らないくせに。ちょっと待ってください、松本さん。あんた大変な見当違いです。英子ちゃんを隠したのは山上じゃありませんよ。じゃあ、あんた知ってんの。知ってますよ。つまり、僕でした。先生で聞いてください。
100円ばかり僕が前借りして、それを旅費に関西へ落としてやりまして。心配なら関西へ手配なさいよ。いずれは楽天地か宝塚あたりですよな。しかし大事な弟子に委託を勧めて逃げられたとは言えんでしょう。生意気な覚えてて。うまいこと言ってろ。バカ来ろ。これてら、見ろ、大阪まで行くぞ、これこれ。いい腕だな。もう、もうこれにいっぱいやろう。いつものお店で待ってるで。しょうがねえ。お、あっというお、あっという。これは絶対だ。あっという。上、上。見えますよ。そんな見られちゃいやいよ。恥ずかしいっすか。奥さんの番ですよ。やだわ、奥さんだなって。さあ、切っちゃえ、切っちゃえ。あ、ちくしょう、切られてるな。待ちよ、間違わないぞ。あら、山上さん。いらっしゃい。おい、もうみんな、よそうか。うん、よそよそ。じゃあ、しっかりしよう。やな。どうも、お邪魔様。何をそんなに興奮してんだ。マスカイが死んだよ、楽屋で。え、いつ。この前ここへ来て、帰るとすぐだ。そう、お気の毒ね。何しても不遇だったな。僕も一度会ってきたかったよ。待ってる、貴様に物言っちゃいねえ。課長、山や今の奴らにレコちゃんの素性を明かしてしまいな。決まったよ。いた、お前の口からか。そうだよ、僕が言わなくたって一目見りゃ分かるじゃないか。大地、そうびくつことはないじゃないか。なんだと。そうじゃないか、ひどことすんなってんだ。残り間違ったら僕が命を投げ出せばいいんだろ。あっ、殴ったな。バカ野郎、やましい、ナイスだ。殺ろ、殺ろ。え、何すんだよ、口悪いこと抜かせない。てめえ一人で片付くことは誰も来るやしねえ。よく聞け、カトリはな、百両も作ってあげる。この女は隠したことまで引っかぶって逃げてくれたんだぞ。それをこのざまはなんだ。カトリに住むか。てめえは仲間をみんな裏切りや。すみません、私が悪かったんだ。そうだ、お前も悪い。だからポカチョさんを許してあげてちょうだい。いけねえ、ね、山上さん、さあ行こう、こんなところで言われるか。さあ行くんだ、行かないでくれ、ね、行かないで、黙ってろ。さあ行こう。僕は君のためには本当に殺されたっていいと思ったんだよ。そんな考え無茶かしら。ねえ言ってよ、今君は帰らないって言ったね。僕と本当に一緒にいてくれんの。だってあの時はあなたがあんまりかわいそうだったんですもん。ねえ玲子さん、結婚してくれない。結婚さえすればトスキナだってマリエさんだってもうどうすることもできないんだよ。結婚なんて困るわ。嫌いなの。そんなこと考えたことないんですもん。そんなこと言うなら私出ていくわ。じゃあ言わない、言わないから、いつまでもここにいてくれる。そんならいいでしょ、ね、玲子さん、お願いするわね。
長見さん。あ、雨の中何ぼんやり歩いてるの。ぼんやりしてるように見えるかい。ええ、そいつは不覚だった。でも本当にいいとこでお目にかかったわ。歩いてくださらない。あ、なんか用があるのかい。私弱っちゃったの。それで住むとこの場の家まで相談に行ってきたんですけど。どうしたんだ。あの玲子ちゃんと深町さん一件ね、うん、あれから千吉たちに睨まれて浅草に行くなっちまったのよ。そうか、気の毒なことしちゃったな。おばさんは田舎行ってろって言うんですけど。田舎でもどこでも行くとこのある人間はまずいい方だ。山上さん、あんたも一緒に来てくださらない。俺に。私ゆうべあんたと一緒になってる夢を見たわ。思い詰めてんのね、きっと。どうせ私なんかあんたの嫁になれっこないと思うけど。どうせよ、リュウちゃん、君だけに言うんじゃないんだ。俺は当分男と女の間柄のことは考えたくないんだ。怒ったの。困るわ。ごめんよ、俺先行くよ。わざわざ別れを言いに来た子に対してさ、礼を言ってもらいたいからだ。あ、先生、君ともいよいよ別れだよ。こいつはどうぞ不別れだ。手切れ金を出しなさいよ。なんだ、そんなに邪魔にしちゃったのだ。ダメですよ。私は芝居をしていけるかのために置いておいてください。お友達からでも誰からでも優遇してもらったらいいじゃん。お前にはさんざん尽くしてるよ。なあ、山上君、いろいろ考えたのだが、もうこの年を契約したいともあるない。学校時代の資金が生活の保障はするから、実際に日本の演劇でも活躍する。ああ、そりゃいいことだ。ところがこいつは反対なんだ。では別れようと言わず、いい歴も立てない。当たり前じゃありませんか。奥さん、僕も先生のお考えに賛成です。黙ってらっしゃいよ。なんだそこは聞いたりよ。あったも役者をやめなさい。当たり前の資金だ。先生の仕事の手伝いをさ。
の若い力がわからないですか。若いというだけの力を。大根でさえの人気です。出といてよ。おっさん、あんたは一体先生を愛してないんですか。よく心の底に聞いてもらうんだ。長い間のご主人ですよ。夫婦の愛情ですよ。山上さん、もういい。いや、僕と奥さんの間の話です。先生に謝りなさい。早く今のうち。嫌だ、こった。嫌だ。どうしても嫌なんですね。私はね、ひどいことは嫌いです。何をするんだ。奥さん、見ててくれ。大きな口を利くだが、この浅草で山下が口を聞いて通らないことはなかったんだ。それがいけねえって言うなら、この小指はすっぷり詰めさせてもらおう。おい、油すぎたから、いけねえ。それには親もね、女房もね、これだけの体なんだ。小指の一本ぐらいなくしたって、誰にも文句言われねえんだ。さあ、いいかねえ、おっさん。山上くん。先生に謝んなさい。私だって開け。お嬢嫌なあれやろだ。やろう、話の出ろって決めてやるか。一緒にしろってやるか。本当やるのか、本当に。こいつと言ったのか。おう、これから始めるじゃん。邪魔が入るといけねえ。おい、頼むね。半殺しにしても構わない。やってやるだ。おう、行こう。一、上を持ってみてろ。ってなんで知らないのか。二階に来てらっしゃるお客様だ。おめえ二階やだもの。二階やら行ってみな。おう、何ほどやってんだよ。山上、何すごいな。何言ってんだよ。乱暴しないでおくれよ。話せば分かるんだから。おう、二階の戸開けろ。開けろ。開けるよ。兄貴、ありがとう。すまなかった。早く出ろ。
当にすまなかったよ。今日こそ死ぬと思ったよ。まあ人間はいいんだな、帰らせていけねえよ。そんなもんとりあんな危ないとこ行きゃするか。でもね、玲子ちゃんの着物はなくなるし、この中にはあの人の子供の自分の懐かしい品物が入ってるっていうし、そう言われてついフラフラっと来てしまったんだよ。そうか。でも出かけるときは心配しといけないと思ったからスケッチに行くと言ったんだけどね。仲いいな。ねえ兄貴、僕玲子ちゃんと結婚したいんだけどどうだろう。ねえ兄貴、レイコちゃんは何て言ってんだ。レイコちゃんは君さえ反対しなければいいって言ってんだ。あの人はどういうもんか君に気兼ねしてんだよ。よかろう、結婚しろよ。その代わり君もうんと勉強していい絵描きにならなくちゃダメだぜ。約束できるかい。やるとも、こっちだって命がけだもん。大阪へ来いよ、大阪へ来い。あ、俺ちょっと寄ってくとか先に楽屋行っててくれ。そうかい、早く帰ってきてくれね。まあいいと思う。すんだよ。違う。ああ、大したことない。でもよかったわ。本当によかったわね。お龍ちゃん。え？どうしたの？誰にも言わないでくれよ。俺この足で大阪行くつもりなんだ。え？香取が待ってんだ。俺はもう浅草に用はないんだ。大阪行って香取に生きる道を教えてもらうんだ。私も連れてってよ。女中でもいいの。何でもするわ。お洗濯でもお掃除でも、あんたのそばにいるだけで結構なの、ね、山上さん、私も連れてってよ、ね。ねえ、いい景色ね。あと東海道線はね、江ノ島にこっち来たことないの。そうか、うん、お茶飲む。